渚陽子は、山形県西沖多摩郡白鷹町出身の女性歌手である、本名非公表。歌謡曲をテーマに、単独および、他ジャンルのアーティストとのコラボレーションまで多彩な音楽活動を繰り広げていた。レーベル、サウンド・オブ・エレガンスを主催、経営していた、渚の看板。渚という字の右半分が死人できる1994年、渋谷の DJ は、 インクスティックのイベント、自由に歩いて愛してで、ライブデビュー。1996年、コモエスタや映画史のユニットフィフスガーデンに参加。ザ・ヘアの愛、佐藤によるプロデュース作品、アルバム第一集で、アルファレコード参加のしっこサイトレコーズからデビュー。2002年、クレイジーケンバンドの横山剣プロデュース、ヨーコエレガンス、なぎさヨーコの華麗なる世界で脚光を浴びる。 2003年、新宿ゴールデン街に、自身の店、渚をオープン。2004年、敬愛する悪友の作品を集めた、渚用コミーツ悪友震えて眠る、コモルータを発表。2006年、前作同様、悪友の作品を集めた、ヘイユーを発表。4月公開の映画、横浜メリーの主題歌、伊勢崎町ブルースを担当する。12月、俳優。 ハンダ・タケトとのデュエットシングル、かっこいいブーガルーをリリース。2007年、足立正夫監督作品、映画、幽兵者テロリストに出演。2008年、パラダイス、山本初監督作品、映画、盆栽少女に、近所のおばさん役で出演。人望超過月、渋谷吉本、ホール、ルミネザー吉本で公開された。同年10月4日、デビュー時からの夢であった。 歌謡曲の伝道新宿駒劇場にて、歌謡曲と新宿に捧げる破れかぶれのオマージュ。新宿ゲバゲバリサイタルを盛大に行い、聖地の閉館に花を飾った。2009年、宇野明が構成、美術を手掛けた、寺山修司作、星の王子様レプティプリンスの舞台に、渚の星として出演。同年7月、寺山修司作、 上海偉人賞館チャイナドールの舞台にオリジナル挿入歌、母の歌で参加した。2010年、写真家森山大道による初の写真集、なぎさを発表。写真集発売記念のリサイタルが行われ、銀座の BLD ギャラリーでは写真展が開催された。9月、ツイッターを始める。2011年、漫画家、上村和夫の生誕70年企画原画展。 渚の部屋が、神楽坂のアーディッシュで開催された。4月、東日本大震災復興支援、チャリティーコンサート黄金の歌謡曲を、広田美恵子、ギャランティークカズエラと共に行った。12月、内田春菊とユニット、姫千一美美を結成し、ライブを行った。2012年、根本隆と湯浅学のラジオ番組、新。 Don't pass me by us への願いのアシスタントに就任。2013年2008年に新宿駒劇場で行われた新宿ゲバゲバリサイタルが映像化され DVD 作品としてリリースされた。2018年9月24日のクレイジーケンバンドデビュー20周年アニバーサリーライブの出演後9月28日午前10時40分都内の病院で心不全のため休止。 ありがとうございます。